辻選手、いつも当院を利用していただいてありがとうございます。ありがとうございます。JFL の時代からですね、僕と知り合って治療をすることになってるんですけども、何が魅力でうちに通ってきてくれるんですか？JFL の時、大きい怪我というか肉離れを何回もしまして、その度に金山先生に見てもらって、本当に肉離れ良くなりましたし、あとは金山さんの本当に人柄というか魅力に引き込まれて、怪我以外のこともいろいろ相談したりもしたので、本当に信頼している先生なので、それでありがとうございます。ハマって通ってます。ありがとうございます。はい、治療内容が一般の方はよくわからないと思うので、辻選手がどういうような悩みでここに来てて、またどういう治療を受けてるのかっていうのをちょっとお話ししていただいてもいいですか？僕自身筋肉が結構大きいので、指で深く押してほぐすっていうよりかは、気持ちいい感じのマッサージが好きで、電気グローブのことですかね。あ、そうです。で電気グローブにすごいハマって、で電気グローブがもう本当に表面から、深くというよりのもあると思うんですけど、表面の張りがすごい取れやすいのがすごい実感したので。そうするとやっぱ走りやすいとかあります？そうですね。あ、はい、よかったです。ありがとうございます。はい、治療を受けてない人たちに対してですね、辻選手目線で一言ちょっとお願いします。そうですね、本当にいろんな部位に痛みとか不具合を感じたら、もう本当に金山先生に見てもらうと良くなりますし、本当にその他の話もいろいろできるので、もう本当に気軽に来れますし、あとは金山先生だけじゃなくて他の先生方もうまい先生も多いし、話も面白い人多いので、本当に当院を利用してほしいなと思います、ね、ありがとうございます。そう言っていただけて、はい、これからも活躍期待してます。はい、頑張ります。